こんにちは。ミューズポートボーカル教室の磯部です。加藤です。よろしくお願いします。今日はですね、整体筋の動きを良くする、整体筋の動きを整えるトレーニングをご紹介したいと思います。では早速加藤先生にやってもらいます。まず手の指で鼻をつまんでください。はい、そうすると空気がここでシャットアウトしてますよね。鼻にはいかないですね。で、口もなるべく開かないようにおちょぼ口で練習します。はい、この状態であいうえを言ってみてください。あいうえを、そうです。でちょっと鼻にかかりそうだと思うんですけども、なるべく鼻声にならないように腹式呼吸は意識するんだけれども、ここまでの息が口の中で圧を感じたまま鼻に当てすぎないようにあいうえを言ってみてください。あいうえを、そうです。じゃあ指を離してもう一度それと同じ発声の感じのままあいうえをって言ってください。あいうえを、そうです。そうすることで変に鼻の方に声が、通らなくなるので、鼻声が解消されます。あとはちょっと普段声がちっちゃくて息がうまく使えてないなっていう方は、効率よく声帯の方に息を流すことで、声が大きくなったりとか、高い音に向かう時にどうしてもグッと上に引っ張りすぎてしまって声が出づらいなっていう方は、鼻をつまんで「あいうえお」高めの声ちょっと言ってみてもらうと、じゃちょっと高い音やってみましょうか。高め、うん、じゃあ「あいうえお」ぐらいでお願いします。あいうえお、じゃあ手離して言ってみてください。あいうえお、そうですね。手を離してもつまんだ時と同じように、そう、鼻にかけすぎないように声でしっかり通していく、声帯をしっかり動かしていくっていうのに、いい効果をもたらしてくれてるかなと思います。皆さんお家でやってみてください。ではまた